吉さん、いやびっくりしましたびっくりしたの二つあるんですけども一つはねあれ小野沙さんに会ってるの今と思ったんですよとなると高速移動してるなと思ったんですよ小野沙さんは東京どう考えても東京にいるんですよねで吉谷さんはどう考えても,も鹿児島にいるのはずなのに一夜にしてねまあ同居するなんてことありえないなと思ったんですけどもそうですか録画ですかはいわかりました で、もう一つびっくりしたのはね、送られてきた動画なんですけども、25、6分あったじゃないですか。最初の7、8分で画像が乱れて、画像が復活したと思ったら、その後ずーっと音声入ってないんですよ。まあでも、こういうこともありますよね。気にせず行きましょう。で、小野崎さんのおいたしっていうのは、なんかちょっと聞いたことがあったんですよね。母子家庭で、群馬に住んでいて、で、東京に出てきて、まあいろいろとご苦労されたみたいだなというところで、なんか知らないけども、金持ちになる人ってもともと、 お金がないところから来る例が多くてですねで、それよりも条件がいい人はそのまんまそこに居ついちゃうみたいなところがあるんですよだから月収十四万っていうテーマで今回やり取りしてますけども月収十四万っていうのは確かに苦しいんだけども何とか生きていけるようなそんなにちょっとくすぐったい価格帯なのかなと思っちゃうんですよね、うん、確かにこれ月収三万とか五万だったら高校生のアルバイトがみたいな感じでとてもやっていけないんでなんか奮発するのかもしれませんし まあ借金をドーンと抱えたらねなんかそれをは跳ねのける勢いで、まあ、突き抜けていくのかなとも思っちゃうんですけどねまあ私はね確かにねあのこう自分のことを振り返っても、まあ、昭和の40年代とか50年代っていうのはなんかなんでだろうみたいな人が確かに周りにいたような気がするんですよ。例えば私がね物心ついたら地域の少年野球のチームに入ってたんですけどもなんかすごく嫌でね <laughs> 練習に行くのが。 でなんとかサボれないもんかなと思ったんですけども少年野球に入ってないやつもいるんですよ少なかったですけどねでなんで入ってないんだろうあいつはと思ってたらなんかバイトをしてるらしくって、うん、とても野球をやってる暇がないとかね余裕がない家庭らしくってねなんかバイトをしてるとで当時のバイトってまさに小野里さんじゃないですけども新聞配達のバイトぐらいしかなくってねで聞いたらやっぱり、まあ、母子家庭だったとかいうわけなんですよ男の子とお母さんみたいな感じでね で、えー、そいつは高校卒業までずっとね新聞配達のバイトをしていたんですよねまあ、大学に行ってから新聞配達のバイトまあ住む地区が変わったんでしてるかどうか分かんないですけどもなんかね私と同じ中学高校から日大とかに進んでまあ一発で合格してまあ楽勝で合格圏内だったらしいんですよねずっと日大に通りそうだって言いながら勉強してでいろいろ考えたら日大しかないとで、多分ね特待生かなんかで行ってると思うんですよ成績優秀者でね。で、その後 えー、大手広告代理店に勤めたっていうところまで聞きましたねで私が1年遅れて東京の大学の受験に行った時、まあ、彼のところに泊めてもらってねそれでもう就職は1年生2年生のうちにもう決めてるんだとかねそこを目指してずっと学業に励んでいたって言いましたねもうだからね計画の立て方がもう全然レベルが違って私なんてもう場当たり的にですね本当に強引にあれこれやってきたような感じなんで一発逆転ばっかり狙ってきたなってところですよね。 でまあ、そういう例もあったし他にもなんかね自分,の自分のようなねなんか例えば私の幼い頃っていうのはバラック長屋っていうのが当たり前のようにあってそっから通ってるようなね同級生もいましたしね今はバラックっていうとすごく珍しいんですけども本当になんかあの不法建築違法建築ですよ。 土地を買ったわけでもないし資材をどっかから買ってきたわけじゃなくて本当に戦後の焼け野原から建てたようなのが、ね、そのまま続いていて表札がかかっていて赤いポストがあるみたいなねすげえゲーだなと思いましたよね、うん、で、ワンルームみたいな感じだったんじゃないかなともう、まあ、そこにはね、あのっ入ったことがないんですよだいたいその友達ができると行ったり来たりするもんなんですけどもそのバラック野郎はバラック野郎って言ってたんですけど当時ねバラック野郎は絶対に家に来ないでくれって言って その意味が今なら分かるんですよ小野沢さんにしても、まあ、吉谷さんにしてもそうかもしれませんけどもあの、ね、吉谷さんの大学時代もそうかもしれませんけどもあまりにも我が家がボロいと友達をね呼べないというねで来ないでくれっていうのが珍しかったんで「なんでだよ」みたいな感じでね「つまんねえやつ」みたいなふうになっちゃったのは今考えるとあそういうことだったんだなと思ってねちょっと心ない言葉を吐いてしまったなと小学生ながらに、えー、今はね反省してるわけなんですけどもね。 あとね同級生の事故死っていうのは大体年に1人ぐらいいましたね同じクラスの中であのー、なんか鉄工所とかね重工業とかそういったところの下請けに勤めてる人もしくは本社に勤めてる現場仕事の人が工場勤務の人がなんかね安全管理が当時まだ全然不十分だったんで、うん、手すりもついてなかったりねそれから高温のところで。 作業用の手袋もなかったりとかでほんとんか今で言ったら考えられないぐらい安全管理レベルが低くってで自己死みたいな感じでねで急に母子家庭になっちゃうみたいなところが結構あってお父さんが死ぬ例って多かったですねすごく衝撃的でだったのがあのダンプにね潰されて平べったくなっちゃったみたいなねそんなのも聞いたことがあってそれもう日曜3時とまいかないけども年に1人ぐらいそういう人がいたんですよね。 だからそれが昭和50年代の私たちのリアルな暮らしだったですね。で当然借金取りっていうのも全然珍しい話じゃなくってあの借金取りが学校にまで来たりとかねありましたん、ね、で小学校中学校借金取りが来るんですよ学校に「スクールウズかいな」みたいなそんなドラマの中でもないじゃないですかそんなの学校に子供目当てに借金取りが来るんですよでそうすると親があのビビって返すだろうと思って脅しに来るんですよねで ななかなかね警察も強く出れなななかかっったた時代だったんじゃないかなと思います、まあ、警察とそういった借金取りみたいなグループが、まあ、関わってたり関わってなかったりするのかな詳しいことは分かりませんけどね、まあ、そういうのが結構あってうん、まあ、貧富の差が今激しいって言いますけどもその当時ってのは貧富の差っていうのは確かにねあんまり激しくなかったような気がしますというのがあの貧富の貧の方が多かったんで貧8割みたいな感じでねで中流が ぼぼちぼち2割3割でき始めたかなってことでその中流家庭ってのものも大体中卒とかね小学校卒業とか要するに中学校全く通えなくって中学校の途中でもう家業に入ったりとかね、うん、学校にのんびり勉強に行ってらんないんで稼ぎに行ったりとか私のお父さんお母さんの時代っていうのはあの戦争直後ですからね戦時中に生まれてますからねうちの両親も。もう生まれた時が焼け野原なわけですよ何もなくって。 で、小学校5年生6年あの、そうですね5年生6年生10歳ぐらいの時に昭和30年ですから戦争が終わってまだ10年しか経ってないみたいなね今はバブルが崩壊して25年とか30年とか言われてるでしょでもバブルの崩壊の影響ってあるじゃないですかなんかいまだにこれよりもひどい戦後10年ですからねあの福島の原発が事故を起こして10年ぐらいだと思いますけども広島長崎に原爆が落ちて10年後っていうのはもう今と なななんかね、重ならないですよね、全然ね。全然どう思っていいのか。で、貧富の差っていうのは当時ほとんどの人が貧だったんで差がなかったんですよねでも悲劇がすごく多くってでいつかはあのー、楽な暮らしになるぞとかね金持ちになるぞとかいうふうに思いながら働いてた昭和30年代40年代だったんじゃないかなと思うんですよねだから戦争が終わって20年もしないうちに私生まれてますからねそう思うと。 戦後っていうのがすごく身近で私があと20年早く生まれてたら間違いなく軍事教育の真っ,かっただですよねこのぐらいなんかね近いんですよね戦中戦後っていうのが、うん、それで時代が進んで貧富の差っていうのが、まあ、1億総中流と言われるようにまあ貧しい人は減ったんだけども大金持ちあんまりいなくってねスネ夫みたいな家はあんまりなくって大体中級暮らしですよね大体。だいたいうん なんか練習で言うと当時の金額で5600万もっとかな400500万ぐらいですかねそのぐらいで、まあ、割と一個建てをローンで組んでとか貧しいながらもなんとかね先が見えるような暮らしになってきたということだったと思いますまあその中で小野沙さんも私と同じ時代を過ごして小野沙さんはあ、まあ、中流にちょっと手が届かなかったというふうなね話なのかな聞いたところですので 本当は勉学とか部活に集中するはずだった10代の頃も家計とか学費を稼ぐためにバイトをするみたいなねところがあったのかなとそう考えたらさっきお話した私の同級生も少年野球せずにバイトしてたっていうのはまあ本当にねあの小野里さんと同じみたいな立場だったんですよねきっと自分が稼がないともやっていけないみたいなねそれこそお小遣いとかなんていうのはも,うもらったこともないみたいなお年玉も関係ないみたいなだから自分の体一つ頭一つ頭で 抜けてていいいくしかななみたた覚悟が固まってたんだろうなと思いますであのー、今平成を過ぎて令和になりましたけども今なぜかねました、まあ確かにうんと貧しい人は少ないんだけども確実に存在してそっから抜け出しにくくなってる現実があるでしょでも中流を通り越して上流階級に行くそんな平民もいるんですよね。いきなりね1億2億稼いだりとかいう人ももう珍しくなくなってきたと。 まあ珍しくないっていうのは自分が当事者っていうのもありますけどね。うん、で思うにねやっぱ私が人生を振り返ってみると10代の頃っていうのは、うん、なんかどうなるかまだ分かんなかったけどでもすごくいいスタートラインにみんな横一線に立ったと思うんですよ。でそこから高度経済成長がありバブル時代があってで派遣法改正とかがあったりねそれから IT バブルがあったりとかチャンスもあったし、うん、それからリスクもあった。 30年40年ぐらいのレース。